ニューストピックスです総合商社大手の伊藤忠商事が金沢市にある北陸支店を今月末で閉鎖することが分かりました70年以上石川に拠点を置いていた名門商社の撤退について企業関係者からは今後の取引を懸念する声が上がっています今回はこの話題について経済部の広田さんに聞きます広田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします 閉鎖する理由は何でしょうか。はい、えー。組織改編の一環ということで、伊藤忠商事の広報担当者は、えー、効率性を追求した結果と説明していました、えー。北陸支店の業務内容は繊維事業が中心で、今後のやり取りについては基本的に東京本社と大阪本社が引き継ぐことになるようです。うん、取引が一切なくなるっていうことではないんですね。はい、そこは安心ですね。はい。 実務的な影響は少ないと思われますただ地元の繊維メーカーからは新たなビジネスチャンスは確実に減るだろうとの声も聞かれます、はい、地元に支店があるのとないのとでは企業との付き合い方も変化し次第に北陸に目が向かなくなるのではと心配する声も聞かれますなるほど 伊藤忠商事北陸支店はいつ開設されたんでしょうか？はい1946年5月に開設されました。現在は金沢駅西口に立地する10階建ての伊藤忠金沢ビルの最上階にテナントとして入居しています。はい、現在は主に石川や福井の繊維企業と取引を行っているようです。取引先の企業はたくさんあるんでしょうか？ 取引先の企業数は非公表でしたが石川県繊維協会によりますと県内の繊維関連事業所数は減少傾向にあります。 1995年に2000近くあった事業所は2019年6月時点で457箇所に減少しています随分減ってしまったんですね、はい、石川の繊維産地縮小が撤退の一因なんでしょうかその可能性はあると思います、はい、2007年には大手商社のマルベニが金沢にあった繊維北陸支店を閉鎖しています伊藤中小事もコストに見合う効果があるかという観点で国内支店の 配合を進めており2011年には福井支店を北陸支店に統合しています今月末の北陸支店閉鎖に合わせて富山市にある富山支店も閉鎖することが決まっています、うん、時代の流れに沿ったということなんでしょうかね、はい、ただこのコロナ禍でリモートですとかそういうことも一気に進んだのでまた新たな形が生まれるかもしれないですねはい、はいはい、ここまで今回は経済部の 広田記者に聞きました。広田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。